こんばんは。今日はこちらの食材を使ったクントットに挑戦していきます。まずはこちらのエビの殻を剥いていきます。続いてパクチーを切っていきます。じゃあフライパンを熱したらまずごま油を敷きます。おろし生ニンニクを入れます。エビを入れます。オイスターソースを入れます。ウスターソースを少しだけ入れます。ナンプラーを、これも少しだけ入れます。胡椒を入れます。お塩を少し足します。乾燥ニンニクを入れます。いい匂いがしてきました。北川博之特製タイ料理のクントットの完成です。美味しそう。はい、タイ料理のクントットが完成しました。早速いただいてみたいと思います。すごい美味しそうな匂いがしてる。いただきます。最高。めちゃくちゃ美味しいんだけど。パクチーも最高にうまい。今日も大成功です。これは最高にうまいな。